皆さん、こんにちは。日本中から愛された歌手の山口百恵さん。2021年1月30日に放送された伝説のコンサート、山口百恵1980-10月、いつか日本武道館の視聴率が 8.6% と高視聴率を記録するなど、今も日本中で大人気です。今回はそんな山口百恵さんが森昌子さんの付き人をしていたという噂や、山口百恵さんの妹山口芳恵さんの現在の様子や原辰徳さんとの関係、さらには山口百恵さんの関係する放火事件について調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。山口百恵さんは73年にデビューしてから次々とスターダムを駆け上がり、1978年の第29回 NHK 紅白歌合戦では10代で赤組のトリを務めるなど、日本を代表する歌手になりました。この記録は未だ破られていません。しかし人気絶頂の80年3月三浦友和さんとの婚約を突如発表し、芸能界引退も決断しました。そして冒頭に紹介した伝説の日本武道館でのコンサートをもって表舞台から去っていきました。引退後は山口百恵ではなく百恵さんとして第二の人生をスタートさせました。1984年に長男三浦雄太郎、翌年には次男三浦貴弘を出産。友和さんはもちろん、雄太郎さんは歌手、貴弘さんは俳優業でそれぞれ活躍するなど、母親として家族の芸能活動を支えてきました。そんな山口百恵さんには芳恵さんという妹さんがいらっしゃいます。姉妹の一人が歌手として芸能界デビューして売れると、その妹さんがデビューするという例は昭和の時代は珍しくありませんでした。岩崎宏美さんと岩崎芳美さん、石野真子さんと石野陽子さん、中山美穂さんと中山忍さんなどなど、山口百恵さんの妹さんはどうだったのでしょうか。また売れっ子の妹や弟が、お姉さんやお兄さんがあの歌手なんだってと学校などで嫌な思いをしたというお話は過去話として今もよく耳にします。山口百恵さんの妹さん山口芳恵さんは、スーパースターの妹としてどんな思いを抱え、今までどうしていらっしゃったのでしょう。山口百恵さんの妹山口芳恵さんは、百恵さんの5歳年下の妹さん。百恵さんは2人姉妹で、同じ母を持つ兄弟は山口芳恵さん1人です。5歳離れているので、百恵さんがスター誕生に出場し、デビューから人気絶頂になる。最初の頃はまだ小学生、雑誌の取材なども自宅で受けていた時代で、お母様や妹芳恵さんも横須賀ストーリーで爆発的に売れ始める前までは、雑誌に写真が載っていたりしました。スタタンでデビューする子は、最初は事務所の意向でか、いろんな形での露出をすることになっていたのではと思います。今では芸能人の一般人の兄弟や家族、ましてや未成年の親族が週刊誌に出ることはまずありません。しかし当時は露出するとどうなるのか、とにかく前例がなかったので、個人情報という単語自体があったかどうかというレベルの時代です。ちなみに当時は高校の生徒の住所録には自宅住所、電話番号はもちろん、保護者の名前や親の職業、勤め先まで載っていました。そういう名簿が業者に売買されて、その後個人情報を保護する法律もできました。まだ国民的スターになる前、中3トリオ時代は事務所も一歩先んじていた桜田淳子さんに負けじと売り出したかったのでしょうし、百恵さんもまだ新人、家族旅行や家族との団らんなどを取材という形で週刊誌に載っていた事実があります。しかし芳恵さんはあの百恵さんの妹ということで、学校でいじめられていたそうです。それを知った百恵さんは妹さんをメディアに露出させることをやめました。ですので今過去の週刊誌の記事に載っているのは小学生の頃のものだけです。
よしえさんは多感な小学校高学年から中学生になる頃、お姉さんがあれよあれよという間にトップスターとなり、戸惑ったことでしょう。自分は地元で何も変わらないのに、自分を見る目がどんどん変わっていきます。山口百恵さんの妹なんて想像しただけで恐ろしいと思います。自分という人間、人格を無視して山口百恵の妹というレッテルだけで扱われるだけでなく、心ない言葉を投げかけ得られることもおそらく何度もあったでしょう。横須賀に何歳まで住んでいたのかは把握していないのですが、1977年11月、百恵さんは東京都目黒区に一戸建てを購入し、お引越しをしています。18歳にして5000万円の一戸建て。よしえさんは中学生です。百恵さんが結婚した1980年の12月には、百恵さんの新居の新築マンションに母親と共に引っ越します。同じマンションの違う部屋なのか、同居なのかはっきりしないのですが、よしえさんは16歳の高校生ですね。週刊誌の写真の中の小学生のよしえさんは、お姉さんのことが大好きな無邪気な妹キャラのように見受けられます。しかし成長したよしえさんは実際誰に対しても「わからない」の産後しか話さなかったというくらい無口だったそうです。友和さんは最初嫌われているのではと思ったそうです。そんなよしえさんですが、その後10ヶ月の留学に旅立ちます。よしえさんは10ヶ月の間に人が変わったように快活になったそうです。留学先はおそらくアメリカではないかと思われます。友和さんのことを初めてお兄さんと呼ぶことができるようになり、生活のテンポも生き生きとしたものになり、水を得た魚のようで、そんな妹の自由な行動力が山口百恵さんは羨ましく見えたそうです。そしてその年のうちにさらに4年間の留学へと旅立ちます。おそらく最初の10ヶ月は高校生で、次の4年間は大学なのでしょう。あんなに無口だった芳恵さんがびっくりするほど快活になったことに、百恵さんはほっとしたと同時に両親の呵責に苛まれたかもしれません。自分のせいで楽しいはずの小学校から中学生時代に辛い思いをさせてしまったと、山口芳恵さんが留学の後から現在までどんなお仕事をして、どこに住んで、どんなご家族を今持っていらっしゃるのかは、一般人ということもあり分かりません。お母様の1989年のお葬式の出棺の際に、棺のそばに白人の外国人の男性がいらっしゃったとのことで、この方が芳恵さんの夫ではないかともささやかれています。お母様が亡くなられた時、百恵さんは30歳、妹さんは25歳ですね。芳恵さんも山口百恵の妹として過ごした10代は、お姉さんの成功を喜ぶとともに苦労もされたことでしょう。もしかすると山口百恵さんが21歳という若さで引退したのには、妹さんを気遣う気持ちもあったのかもしれません。引退後、幾度となく復帰説がささやかれた百恵さん、メディアの出演依頼も全て固辞してきましたが、報道陣の前に姿を現すこともありました。そんな貴重な機会の一つが1986年に行われた原辰徳さんの結婚式でした。当時読売ジャイアンツで不動の4番を誇っていた原辰徳さんとプライベートでも親交があったそうです。全身黒のシックな装いで出席した百恵さんは、友和さんと共に笑顔で報道陣の前に、百恵さんが公の場に久しぶりに現れるとあって、報道陣も殺到した大にぎわいの結婚式となっていました。同級生ということもあり、プライベートでも交流があったお二人ですが、当時話題になったのは百恵さんと原辰徳さんの熱愛ではなく、芳恵さんと原辰徳さんの熱愛だったのです。一般人ということもあり、公の場に姿を現すことがほぼなかった芳恵さんですが、百恵さんを通じ二人は知り合い、熱愛に発展したというのです。当時の週刊誌にそのスクープが掲載された際は大きな話題になりました。結局はお二人の恋愛は実ることはありませんでしたが、
もしお二人がゴールインしていたら、大物家系の誕生で日本中に激震が走ったでしょうね。引退後の桃江さんの日常を彩った趣味はキルト制作でした。1987年頃からキルト制作を始め、キルト作家の鷲沢玲子氏に師事し、2019年には作品集を販売するまでになったそうです。現在は芸能界から離れている桃江さんは、実はデビュー前は森まさこさんの付き人をしていたことがあるようです。森まさこさんはデビュー当時、桃江さん、桜田淳子さんとと共に花の中3トリオとして活躍しました。桃江さんとは本当にたまにですけど、メールとかで元気ってメールが来ると、元気だよって、何年会ってなくてもすぐその時に戻れるとし、桜田さんを含めて3人戦友ですと森まさこさんは話していました。山口百恵さんがデビューするより森まさこさんの方が1年先だったため、慣れるために現場についていけよということで、山口百恵さんが衣装を持ってくれたり、バッグを持ってくれたり、現場に行っていたそうです。夜遅くなると百恵さんの方が家が遠かったので、森まさこさんの家に泊まっていたんだとか。森まさこさんもデビューしたてで、そんなに大きな家ではなく、6畳と4畳半の部屋しかないアパートで、小さなシングルベッドに2人で抱き合って寝ていたといいます。大人気アイドルだった山口百恵さんですが、1975年非常に珍しい事件が新聞紙上を賑わせたことがありました。山口百恵さんの熱狂的ファンが東京都世田谷区の東宝スタジオを放火しようとして逮捕されたというのです。逮捕されたのは栃木県小山市在住の当時23歳の男性でした。世田谷署の調べによると、この男は1975年5月、小山市内の映画館で山口百恵さんと後の夫である三浦友和さんが主演した映画「潮騒」を見て、あるシーンに激怒、配給会社である東宝のスタジオに火をつけようと計画したというのです。男が激怒したシーンというのが、潮騒で最も有名なシーンである焚き火のシーン。バスタオル1枚の山口百恵さんとふんどし姿の三浦友和さんが抱き合う姿が印象的なこのシーンは、当時16歳だった山口百恵さんが体当たりで演じ、大きな話題となったのが、大の百恵ファンだったこの男は、東宝が俺の百恵ちゃんをヌードにさせた、許さんと激高したといいます。映画を見終わった後も怒り冷めやらぬ男は、潮騒の撮影が行われた東宝スタジオへ行き全焼させることを決意したということでした。この男は元から爆発物に造形があったのか、放火の3週間前に下見を行った上で、マイカーに 1.8 リットルのガソリン、ろうそく10本余りを積み込み小山市を出発しました。なお、ろうそくを持って行ったのはお手製の時限爆弾を作るつもりであったとされています。しかし下見には行ったものの、スタジオのある世田谷区に入ったところで道に迷ってしまい、一方通行を逆走してしまいました。その結果、警官に見つかってしまい、放火計画も同時にバレてしまったというわけです。ちなみに当時の記事によると、この過激なアイドルマニアが捕まった際のいでたちは異様そのものだったといいます。体にはナイフをはじめ様々な工事道具、護身用として腹の周りに新聞紙を巻きつけ、厚めのズボンを2着も着用する念の入れようだったのです。さらには捕まった際に自殺するため睡眠薬62錠を右足に隠しており、失敗した場合は睡眠薬を一気飲みし死を選ぶつもりだったようです。潮騒の公開から5年後の1980年、なお百恵さんは三浦友和さんとゴールインしました。そのニュースの時、百恵ファンの放火男の胸中は果たしていかがなものだったのでしょうか。山口百恵さんほど日本中で愛されるアイドルは今後もそうそう現れないでしょう。昭和の大スターである山口百恵さん、今後も穏やかに過ごしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。